両者負けてくださいと言ったら試合が面白くなる説ということでやっていきましょう。はい、どうもこんにちは、ハロアです。ということで今回もモダンウォーシップやっていきましょう。今回はですね、モダンウォーシップでまあタイマンってあるじゃないですか。まあ空母タイマンもあるし、まあ潜水艦でもタイマンもある、そして普通の水上艦でのタイマンとかね、ヤマトのタイマンとか様々なタイマンがあると思うんですけど、普通にタイマンしたらやっぱり面白くないじゃないですか。なので今回はね、両者に負けてくださいと言って、それでヤバ超タイマンをやりたいと思うんです。なのでまああれ、両者負けろと言ったらね、お二人さんはどんなことをするのかっていうことでね、早速ねヤバ超タイマンやっていきたいと思います。まあどんな感じで進めるのかというと、まずこの人とタイマンしてほしいんだけど、どっちが勝つかちょっとタイマンしてみてほしいんだよねって言います。その裏でお互いあれ、怠慢する人に対して、わざと負けてくださいって言うんです。はい。で、その両者は、負けてくださいって、相手にも言われているっていうのに、気づかずに、そのまま対話してしまって、両者、あれこれって、もしかして、っていう感じにね、なると思うので、それをちょっと今回狙っていきたいなと思います。ということで、やっていきましょう。はい、ということでね、今回は、ゆずさんとね、笹波さんにね、ヤバ超タイマーを、やっていきたいと思います。0対2で負ければいいので、そうです、そうです、そうです。はい、2回ともですね、了解です。はい、ということで、準備整いました。やっていきましょう。ちなみに時間がですね、時間切れ嫌なんでね、必ずね、勝敗がつくようにね、30分でやっていきます。ということで、スタート。面白くなるぞ、これは。さーて、見ていきましょうか。ヤバ超タイマー始まりました。ということで、早速始まりました。時間がですね、30分です。なので、必ず決着をね、つけないといけないんですよ。はい、ということで、やっていきましょう。さて、まずヘリを出します。で、ゆずさんは、どんな感じかな。両者で、負けないといけないのでね、いかにどうやって、負けるかがね、鍵なんですよね。はい。はい。ということで、早速、ヘリを出して、おっと、ヘリ合戦が起こっている。ヘリ合戦が起こって、しっかりヘリをやっていきましたね。はい。まずヘリを倒していくと、はい、ここまではね、普通にね、戦うっていうようなね、感じなんですけど、最終的にね、両者は負けないといけません。なので、ここではまあ、普通に戦ってていいんですよ。はい、ということで、まず、サザナミさんのヘリがやられたっていうことでね、サザナミさん有利になりましたね。はい。ちなみに、負けないとね、勝てないんですよ、このゲーム。さて、勝ってしまったらね、後でね、なんで勝ってしまったんですかっていう風になるんですけどね。さて、防空ミサイル来てますけど、フレアをたかない。防空ミサイル来てますけど、フレアをたかない。笑った。これは面白いことになりそうですね。もう、すでに面白いです。はい。ということで、早速で、対面しました。ということで、まず X51 を撃って、普通にミサイルを撃ってます。はい、普通に撃っています。ただ、艦砲撃たないんですね。両者艦砲撃たない。一応、ミサイルは撃ってる。ミサイルは撃ってるは撃ってるんだけど、さて、X51 を普通に当てる。さて、いい感じですね。いい感じで、サザナミさんが有利になっていますね。あたかも戦っている風にね、やってますけど、両者負けないといけません。さて、サザナミさんがもうすぐで死にそうになっているんですけど、ここでね、負けないといけないのでね、殺さないようにね、しないといけないんですよ。なので、相手はもちろんで、殺しに来ません。むしろ逃げます。
ということでね、なぜ引いたのかマジでわからないっていう風になってるんですけどね。はい、ということで、ここで流星ショットをするんですけど、もちろん外します。はい、ということで、また対面しました。だって、艦砲撃ってますね。ミサイルも撃ってますね。いいですね。だって、魚雷を撃ってしまったんですけど、ミサイルも撃ってしまった。さて、体力がミリです。体力がミリです。さて、X51 を突っ込むが、両者ミサイルを撃たない。面白すぎる。はい、ということで終わってしまった。まず、笹波さんが負けて、ゆずさんが勝ってしまいました。ということで、もう試合やっていきましょう。あ、待って、やらかした。ごめんなさい。いや、見ている側が、ものすごく面白いです。はい、ということでね、2回目やっていきたいと思います。はい。ということで、このヤバ超タイマンはね、どれぐらいやるのかというと、お互いが気づくまでなんですよ。はい。なのでね、そのお互いがね、気づくためにね、ヒントはね、あげています。それがね、時間を見てもらえればいいと思うんですけど、はい、30分です。なのでこれで確実にね、決着をつけさせようっていうね、ヒントをね、時間でね、教えてあげています。さて気づくかな、どうかなということで、ゆずさんはね、1回だけね、勝ってしまったのでね、次はね、必ず負けないといけません。たださざなみさんはね、もう1回負ければね、相手2回勝ってしまうので、これで負ければね、さざなみさんね、ヤバ超タイマー勝利になるんですけど、はい面白いですね。ということで、早速ヘリ合戦が起こっていますけど、ここで今度はね、さざなみさんがね、ヘリを倒してね、ゆずさんのヘリが倒されてしまいました。これによってね、ゆずさんがね、今度は有利になりましたね。ということで、面白そうなので見ていきましょうか。さて、ここで早速索敵が入った。まず普通にミサイルを撃って、X51 当たってく。さて、両者負けないといけませんよ。さて、相手も X51 を撃って、艦砲も撃っていくが、当たらない。はい、当たらなくていいんです。さて、これ楽しみですね。もろに、フレア叩かないで、こんな感じでね、防空ミサイルに当たるっていうのがマジで面白いんですよ。さて、さざなみさん、あえて島に当たって体力を削ろうとしている。あえて島に当たることによって体力を削ろうとしているマジで面白いさざなみさん自爆してね、負けようとしていますはい、ただここでさざなみさんね、しっかりダメージ食らってますね。いいですね。その心がけ大事ですよ。負けないといけませんからね。はい、ということで、また島に当たっていくこれで体力を削っていって負けるというような形ですね非常に面白いです。さて、ゆずさんはね、自らね、体力を削る行為をね、止めないとね、さざなみさん死んでしまってね、勝ってしまうのでね、なんとかしてね、これをね、防いでもらいたいさて、さざなみさんは普通に対面してきた。はい、ということで出てきました。さて、ミサイルと艦砲を撃って、ゆずさんの体力が削れる。で、もちろんミサイルを撃ちますと。はい。ただ、両者 X51 持ってるのにね、撃たないんですよね。はい、普通のミサイルしか撃ちません。はい、ということで、もう体力少なくなってますけど、おっと、このまま死ぬ気か？このまま死ぬ気か？あーまたゆずさん勝ってしまった。さて、見ててね、ものすごく面白いので、もう一試合行きましょう。はい、ということで、次、北極圏でね、やってまいりたいと思います。いや、試合展開が早いのでね、ちょっと、お互い気づくまで、ちょっとやりたいかなって思います。ということで、3試合目やっていきましょう。ということで、両者負けてください。さて、どう動くんでしょうかね、両者。笹波さん、自爆行為しましたね、さっき。さて、次はどのようにね、するのでしょうか。さて、両者まだ、相手にね、負けてくださいという僕がね、伝えていることにまだ気づいていないような感じなんですけど、はい、ということで、ゆずさんはね、さっき、2回ね、勝ってしまっているので、今度こそ負けないといけません。はい。ゆずさんの、ヘリは、そのまま索敵をする感じなのかな。両者ね、負けないとね、いけないんですけど、防空ミサイルでしっかりフレアを叩かない。
防空ミサイルでマジで触れ当たかないですね。で、笹波さんも、あれ、ミサイルが当たった後に、チャフを焚いて、あたかもチャフをミスっているかのように、装っていく。マジで面白い。マジで見てて面白い。さて、武装ちょっと確認できていなかったので、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、あれ、07式対戦ミサイルに、見たことない、ティア2のミサイルかなを、つけていますね。はい。装備がボロクソ。で、ゆずさんは、普通ですね、後まかに X51 っていうような感じで、核グレラも持っていますね。はい、ということで、まああれ、チャフ焚いたりとか、チャフ焚かなかったりとか、まああれ、そのような感じなんですけど、はい、しっかりね、ダメージ当たっている感じですね。さて、魚雷をもろに食らっていく。いいですね。さて、これ、両者負けないといけないのでね、負けないといけないんですけど、さて、殺してしまうぞ。ゆずさん、また殺してしまうぞ。殺すのはナッシングだぞ。さて、両者もう体力寸止めです。さて、両者で、ね、体力14,000と、あと27,000ということなんですけど、これ自動艦砲でね、殺してしまうリスクがあるのでね、両者、多分接近してね、殺さないようにしているんでしょうね。はい、ということで、距離感が近すぎる。ということで、またね、ゆずさん勝ってしまいました。ゆずさん、なんで負けるんですか？もうダメ、負けるなんてこと。ティア1のミサイルでいこう。自分でもわからない。はい、わからないに決まってるじゃないですか。だって裏でこうやって遊んでいるハロワがいるんですから。さて、ティア1のミサイルだったら勝てるでしょうということで、よろしくお願いします。さて、今回チャット見れるのいいですね。はい、ということで、グリフィン積んできました。グリフィン積んできました。一方、こっちはティア2のミサイルです。さて、多分これだとユズさんが勝つこと負けることになるんですけど、さて、どうなるんですかね。ということで、両者そろそろ対面というような感じでしょうか。ということで、ものすごくね、面白い戦いになりそうなんですけど、どうもこんにちは、闇ハロワです。ということで、これで多分ね、レーダー届いてそろそろ接敵というような感じなんですけど、相手気づいてない感じかな。っていうかさ、ザダミさんさ、さっきから全く動いてませんよね。さっきから全く動いてないザダミさん。あたかも落ちたかのように振る舞ってるけど、おっと、ここで動き出した。さて、今ね、動き出しましたね。はい、ということで、早速グリフィン撃っていく。ただ当たってもほとんどダメージありません。はい、あたかも戦っている風に装ってるだけです。さて、ゆずさんね、負けないといけないんですけどね。さっきから勝ってばっかです。そろそろ負けてください。ということで、今のところ順調にね、さざなみさんダメージ食らっていますね。はい、ということで、両者距離が近い。両者距離が近い。このままだと、ゆずさん勝っちゃうぞ。ゆずさん、それ以上攻撃を止めないと、さざなみさんがまた勝ってしまう。ああ、魚雷が痛いですね。さて、わざと島にぶつかる。さて、両者、体力が少なくなってきたので、攻撃も、しない。一応、ゆずさんでもね、一応ゆずさんね、グリフィンを使っているのでね、ほとんどね、ダメージ当たらないので、普通に戦っている風になっているんですけど、さて、ゆずさんも島に当たっていく。さて、両者、死のうと必死です。両者、一緒に死のうとね、必死でね、仕方ないです。ということで、両者体力ミリ、そして何気に修理キットを一切使いません。はい、なぜなら自分が負けないといけないからです。ということで、両者、修理キットも使わずに、わざと島に当たって死のうとしている。マジで面白い。何これ。マジで草。さて、両者、艦砲とかグリフィンとか一切撃ちません。さて、何もしません。さて、笹波さん、島に当たってく、自ら、体力を削っていく。さて、どっちが負ける。どっちが負ける。マジで面白い。
さて、漢方も、ゆずさん自ら外していく。さて、ここでザザミスミさんが自爆し、マジで面白い。ということで終わりましょうか。くさ。ということで、勝者、さざなみさんです。おめでとうございます。ねえ、私は悪くない。最後、さざなみさん座礁してた。両者負けてっていう話でしょ。ピンポーということでね。はい。だろうな。今回の動画なんですけど、両者負けてって言ったらどっちが勝つのかという、ヤバ状態マンでした。ということでね、いかがでしたでしょうか。はい。クソ面白かったですね。漢方をわざと外したりとか、あと字幕行為をしたりとか。マジでクソ面白かったです。ということでね、またいつか同じようなことをやっていきたいと思います。ということでね、今回の動画終わります。よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、今回の動画終わります。バイバイ。